ブラックパンサーウガンダフォーエバー、星2。この映画はブラックパンサー1の主人公役の役者がリアルガメをベラしてしまい、なおかつその演技がブラックパンサーのイメージをフィットしたハマり役だったために下手に代役を立てることもできずにブラックパンサーの妹を主人公にしたシナリオ。そういった事情もありこの映画では、ブラックパンサーの死、新しいヴィランのバックグラウンド、死んだ人間に対する弔いなどといった要素を詰め込めるだけ詰め込まなければならなくなったために約3時間映画とクソ激烈に長い。ブラックパンサーとついているが2時間くらい一切ブラックパンサーが出てこない映画であり、主に今回のヴィランの歴史とかに時間を費やす。一応新しい世界観だったり設定とか CG の映像が綺麗なので見てられる。今回の映像でめちゃやべえのが生身の役者が長時間水中での撮影を望み、しかも大人数での水中での撮影シーンで、誰一人口から泡を出すことなく撮影しているカットがめちゃんこあってどんだけカットだったりリハしたんだよ。といった疑問やせいぜい2部程度しか息が持たないと仮定すると2分撮影してを何度繰り返したのかと想像すると手間がすごい。とまあ長尺をある程度頼る情報量を持ったコンテンツに仕上げているし頑張ってまとめており制作陣の努力は素晴らしいが主人公不在でヴィランがしょぼいデザインでと普通のファミリーデートムービーである。むしろこの逆境の仲良く普通のファミリーデートムービーの品質まで持ってこれたと思うのぜ、すげえのぜ。